阪神は9日の広島戦、京セラドーム大阪、23対6で完敗。5回6安打4失点で敬をされた先発、村上をはじめ、投手陣が赤ヘル打線の計16安打の猛攻を食い止められず、重要な首位攻防カードの初戦を落とした。2回に3塁、佐藤テルの敵時失策で先制点を献上すると、その後は東海モリランによる悪循環のドミノを食い止めることができなかった。 自身が最も嫌うパターンの負け方を喫した岡田秋信監督、66、も試合後は当然ながらむっつり顔。報道陣から何を聞かれてもそういうことや、そういうことやろと答えるにとどめる、塩対応、未終止し、最後はいろいろ言うたら明日、明後日も試合あるからの。相手に分かってしまうやんかと監督囲みを自ら切り上げ、取材スペースから姿を消した。 自慢のブルペン陣も夏場に入って以降、ピリッとしない。6回から系統策に移行した阪神だが、伊藤翔、漆原、富田の救援陣は恋打線からサンドバックのように計10安打を浴びに失点。3点差で決着したゲームだけに中継陣が踏ん張ってくれていればの、たられば、が消化しきれないフラストレーションとして試合後まで漂った。岩崎、ゲラの W 守護神と霧式。 石井からなる左右のセットアッパーユニットら、勝ちパターン系統陣はここまで奮闘中。だが、同点やビハインドのシチュエーションで登板するリリーバーたちの低調がここ数試合は目立つ。手こ入れのためこの日から中継ぎへ配置転換され一軍昇格を果たした伊藤翔も、2回を投げ6安打1失点。期待された役割を果たすことができなかった。首位。 荒い恋とのゲーム差は3と広がった。シーズンは残り40試合。これ以上、落としても許されるゲームは一つもない。